はいどうもこんにちはナダです本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題題は二千十三年度の広島大学後期理系の解題ですねはいそれでやっていきたいと思います m を自然数として n を2乗の整数とする m から始まる連続数 n 個の自然数の和を smn と書きますはいえー、っとこの問題ですねあの千葉大の問題に非常に似てますね えっと、まあ2014年度のなんかその記号としては2014年のまあ海外で有名問題としたその SMA なんですけどまあ実際あの関係あるのは年のの千葉大の問題です、ね、まあえっとリンク貼ってあるので、まあ、そちらをご覧になっていただいた方がいいかなと思うんですけどまあ盗撮列の話題をかけることを示せっていう類の問題なんですけどね。 でこちら一方その m から始まる連続性 n, n 個の自然数の和これも等差数列の和なので、まあ、その和を計算するだけなんですけどねで2番3番はその mn を求めよっていうことで不定方程式に帰着されて、まあ、単にそれを解けばいいっていうだけの問題なのでまあ実質そんなに難しくはないかなと思います、まあ、単に内容が似ているだけですねだから、えー、と2022の千葉大の問題を と比べて優しいですけど、まあ溶いた人はうんまあ確実に解けるんじゃないかなというふうに思います。はい、それではやっていきたいと思います。で、まず S.M. ですね。この S.M. の表記ですけど、M から始まる連続 N 項ですから、M+M+1 っていうふうにこうえっ、ー、と足されていくわけですけど、まあ最後これ S.M.+N ではないってことですね。 えっとこれだと0から始まっているので0123ってなってこれ N 番目ですけどこれ N+1 番目になってますよね0があるおかげで N+1 個になっちゃうから全部で N 個の和だったら1引かなきゃいけませんこれねそこにちょっと注意してください0から始まっているので M-1 でえと N 番目になってるんですねでまあ要するに項数が N 項だったら 最初と最後を足して項数かけて2で割るっていうのが公式なので2分の n の m m n く1ですね。最初と最後を足して項数かけて割るっていうのでこれが答えということになります。 まあですね。1番はこれ全員できなきゃいけないですねはいじゃあ次2番いきましょうえー、smn ですねこれが90を満たすえっ、ー、と mn の組みを求めようということですけどまあ今やられたその2分の n の式に代入してみましょう2分の m かける2 m プラス n-1 で、え、それが九十っていうことですね。まあ、これ、えー、っと、二倍してしまって、百八十にしてしまいますよ。n かける、えー、っと、二 m プラス n マイナス一イコール百八十。で、えー、っと、百八十の約数をすべて拾っていけばいいんですけれども。まあ、これ、ちょっと気がついてほしいですね。えー、っと、二 m プラス n マイナス一から n を引くと。 まあ引き算したり足し算したりしてえっと偶数になったり奇数になったりするんだったら偶器が同じだっていうことですよね。でこれは奇数になるのでこれあの N が消えて 2m プラス1になってマイナス1になってこれえっとまあ1以上の奇数なのでね M は自然数なんですね。なのでこれはえっと奇数になるんですよ。奇数になるのでそうするとこれとこれの こここれとこれの空気は、えっととのは一致しなないいいってことになりますすよね。いいですか、両方とも偶数だったら足し算して偶数になるのであるいは両方とも奇数だったら、えっと、偶数になるわけですけど、まあ、180入ってるから2が入ってるので両方とも奇数ってことはないんですけどまあ仮に、えっと、例えばこっちに2が入ってたとしたらこっち奇数になるってことを意味します。まあ、だから2のこののの、こ素因数分解したものの えっと2の2乗× 3る3の2乗 ×5 っていうふうになるんですけどこの2の2乗はもうこれ固定で動くことになりますだからえー、っとどっちかに入るしかないってことですよねでただしえっとこれこれ正なんですよこの値正になるのでこっちの方が大きいんですね でこっちの方が小さいんですよ。それにも注意してえっ、ー、とまあくくだからでかい方からこう書いていくと,、えー、と2の2乗が全部入っちゃう場合まあそれはねあのどっちに入るかわからないですけど2の2乗が全部入っちゃうんだとしたらえっ、ー、と、まあ、60の3とかですかね。 でそれからえっと45の4っていうことですね。まあ、2の2乗がこのこっち側に来た場合ですね。でそれからえっと今度5が来た場合36の5ですかね。まあ、小さい方から数えてます。n が小さい方からえー、っとこう345っていうふうに書いてるんですけど36だと29 20の9ですよね。 でえー、っと15の12とまあこれまでですかねえー、っと2の2乗4が固まって入るとしたら、まあ、これしかないかなと思いますあとは MN について解いてあげるだけなのでえー、っとまあこれを連立方程式で解いて、まあ、N の方はもう決まってるので M の対応を求めるだけでいいっていうことですねで29の3それから21の4 それから16の5。それから6の9。それから2の12。これらが答えになります。ちょっとね量が多いんで、ミスらないように注意をしてください。はい、じゃあ3番に行きます。 サマーは S の MN=1024 イコールを満たす MN の組み合あるかっていう話ですけどまあこれ同様に考えていけばいいんですけどね n かけるえと2 m プラス n マイナス1これが1024ですよね。1024は2の10乗だっていうのはまあご存知の人多いですよね。えっと。 N がが以上のの整数になっているのがポイントです。これ n が1だったらえっ、ー、と片方1で片方2の10乗っていうのはあり得たと思うんですけど 2m プラス n-1 の方が n よりも大きくてこっちの方が大きいんですよ。でこっちが小さいのにもかかわらず2以上なんですよ。そしたらえっ、ー、と2の10乗の約数は全部2の倍数なので2の倍数でか2のべきなのでこれえっ、ー、と 2の形状2の L 状になってこれ両方ともその何て言うんですかねえー、っとえー、っと。ってことはまあ結局ここは1になれないのでここは1になれなくて2より大きいので2以上なので結局2以上で1,02以上の約数ってことは2のべき乗の形しかないじゃないですか。両方とも偶数じゃないですか。 両方とも偶数になってでもこれ足し算したら奇数になるって奇妙なことになってるわけで当然存在しないっていうのが個体になるっていうわけですね。これより、えー、っと存在しないっていうのが正解。まあ,あの3番の方がなんか。 えとミスらなないいかなという気がしますね2番はなんか取り壊しがありえますけどね3番は論証でまあこれあのー、なんかその引っ掛けみたいになってるわけではなくて単にこれだけで終わりなのでまあ気が付いて、まあ、しくじることもないかなと思いますしねまあ割と解きやすい問題のセットにしてくれてますねだからこれはその落とせない問題のブリに入るかなと思いますね。はい あの問題が優しいからといって別にねあのえっとレベルが低いとかそういうことは全然関係ないのでまあ,あのもちろんね広島大学受ける人は、まあ、総合的にね優秀な方が多いのでこれはねどこまで取らなきゃいけないかっていうと結構取らなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、この間のねその千葉大の問題だったら、まあ、おそらくですけども、まあ、医学部の生徒もなかなか難しいんじゃないかなと思うんで。 えとそれほどあんま気にしなくてもその他の問題がねしっかりと取れてれば全然問題ないかなとは思うんですけどこの問題に関してはちょっと他の問題見てないんですけどまあセットとしても優しいので、まあ、ある程度部分点を含めてその確保を知っておかないとまあ他で取れなかったらね、えーとまあ、平均もちょっと上がると思いますんでね是非、えー、取りたい問題だと思います。 はい、というわけで、えー、と2013年度の広島大学の入試問題でした。